こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。前回こちらのグラフィックボードの GTX1070Ti をメイン PC の方に組み込むっていう動画をやったんですけど、最初ね、組み込んでから電源入れたら OS が立ち上がらなくてめちゃくちゃ焦ったんですけど、結果的にあの補助電源のピンが一つだけ緩くて刺さりきってなかったことが原因だってことが分かって、なんとかね動作することができてほっとしたっていうところまで前回やったんですけど、まあその後ですね、専用のドライバーを入れたり解像度の設定をしたりしてやっとですね通常の使用状況になりましたので、今回はいよいよベンチマークを取りたいと思います。このグラフィックボードを入れる前は GTX750Ti のグラフィックボードを挿してました。で今回 GTX1070Ti に交換して、その交換する前と後で同じベンチマークソフトを走らせてどのぐらいスコアに差が出るのか、それを計測してみましたので、どうぞご覧ください。はい、こちらまずはシネベンチを動かした結果なんですけど、こちらはですね結果のみ表示しています。交換前の GTX750Ti ではオープン GL のテストで 78.42fps だったのに対して、 GTX1070Ti に交換したら 95.07fps までスコアが伸びました。交換前後でだいたい 1.2 倍ぐらい速くなったっていう計算になります。はい、じゃあここからですねグラフィック系のベンチマークを3種類ほど実行したいと思います。まずですね 3D マークのベンチマークと、その次に FF16 のベンチマーク、それから最後にドラクエ10のベンチマーク、3本続けてご覧ください。だいぶ長い動画になっているので途中は早送りをしていますのでご了承ください。それではどうぞ。
はい、こちら3種類のベンチマークを走らせた結果を一覧にしていますけど、まず 3D マークのスコアですが、 GTX750Ti で1422だったものが、GTX1070Ti に交換したことで6848まで伸びました。実にですね、スコア的には 4.8 倍も伸びました。ここはもう顕著に差が出ましたね。でそちらの内訳で、グラフィックテストの1と2というのがあるんですが、それぞれの FPS のスコアを比べましても、グラフィックテスト1の方で交換前に 8.26fps だったものが交換後は 43.74fps で約 5.3 倍速くなってます。同じくグラフィックテストの2の方でも交換前が 7.04fps だったものが交換後は 39.36fps まで伸びて、こちらもですね約 5.6 倍も高速化されました。次にですね、 FF16 のベンチマークを走らせた結果なんですが、トータルスコアで見ますと、交換前の GTX750Ti が3942だったのに対して、交換後の GTX1070Ti では12088というスコアが出ました。こちらもトータルスコアで 3.07 倍になってます。そちらの内容でフレームレートを見ますと、交換前が 26.351fps だったのに対して交換後は 87.381fps まで伸びています。これもですね、だいたい 3.3 倍ぐらいになってます。それからベンチマークのローディングタイムの合計値というのが出てるんですけど、交換前はローディングタイムの合計が43秒45ぐらいかかってたのに対して、交換後では 33.56 秒ぐらいに収まってます。こちらもですね、 0.7 倍ぐらいの時間短縮になってるという結果が出ています。それからですね、ドラクエ10のベンチマークを走らせた結果ですが、交換前は 12,723 だったのに対して交換後は 15,769 ということで、だいたい 1.24 倍になりました。このドラクエ10のベンチマークは比較的軽めのベンチマークなので、交換前でもですね非常に快適という結果が出ていたので、まあこれ以上の性能のグラフィックボードであえてやる必要はなかったベンチマークかもしれないです。はい、というわけで今回はグラフィックボードを交換してみて、交換前後でのベンチマーク比較をしてみましたけども、いかがだったでしょうか。やっぱりですね、全体的にかなりの性能向上が見られましたので、交換して、非常に良かったなと思いました。実はですね、この後に、動画編集ソフトでの書き出し時間の比較っていうのもやっていたんですけども、交換前後で動画のエンコード速度にはほとんど差が見られませんでしたので、その結果を載せるのは割愛しました。多分なんですけど、私が使っている動画編集ソフトで、設定でですねグラフィックボードを使うっていう設定にできるんですけども、実際その機能をオンにしても、あんまりですね、このグラフィックボードの性能を使っているとは思えない感じでですね、これはソフトの問題なのか、使っているグラフィックボードとの相性の問題なのか、ちょっとよくわからないんですけど、結果として、動画の書き出し速度はあまり差がありませんでした。ただしですね、動画編集中の操作に対する反応は非常に機敏になって、以前よりですねサクサクと動くようになった印象があります。ですので、十分ですねこのグラフィックボードを買った価値はあったかなと思いました。というわけで、メイン PC の強化シリーズいろいろやってきてますけども、今回一番ボトルネックになっていたと思われるグラフィックボードを取り替えて、だいぶですね完成に近づいてきました。この後もう少し取り替える予定のパーツがありますので、またその時には報告をしたいと思います。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。